左が高橋健太選手、使用しているのがカセルオースと言っております。そして右が萩森鶴選手ですね。逆説的な結果、ストームと、オースですね、こちらのハイブリッドデッキを使用しているということですね。さあ、萩森選手はここまで、かなりギセラそしてグリセルブランドで、あとは無限ターンですね、結構多彩に勝利をしてきているんですが、この高橋選手のオースデッキなんですが、これはもうかなり研究を重ねて作成されたデッキであるという話をお伺いしましたが、そうですね、高橋さんの場合、まあ、MO でも同じデッキをずっと使い続けているんです。なるほど、はい。で、まあ、完全に専用機にふさわしいリストになってしまってるんで、なるほど、まあ、普通の人が使うにはっていうような感じですね。はい、それではいよいよヴィンテージ新挑戦者決定戦決勝がスタートしました。さあ、高橋選手、ここまでヴィンテージ新挑戦者決定戦では5回トップ8に残っているんですが、いずれも敗退しているということになっております。今回こそは勝利をつかみたいところでしょう。他のプレイヤーの間でもそろそろ勝っていいんじゃないなんて言ってるんでなるほど。萩森選手が渦巻く知識で2打目ターンエンドですね。高橋選手は当て方強いですね。マナドレインはちらっと見えたんですが、ありましたね。そしてアンセスタラルリコールも見えましたね。マッチアップ的に高橋さんのオースはそうかなりコントロールに寄せてあるので、なるほどなるほど、まあ、萩森さんの T カードをきっちり抑えきれれば、まあ、だいぶかなり有利な動きをしてくれるかなと。やはりその点、萩森選手としてはちょっと動きづらい感じですかね、普通の手札がと言っているうちに、これはこれはグリステルブランド素出しこれにはたまったもんじゃないですね。刺さるでしょう、あのカード。まあ、マナドレインが飛んできますね。さあ、待ってましたと言わんばかりに土地を2つ持ってきて、さあ、鳥海さんのお話では萩森選手、このオースで出すクリーチャーを素出しすることに定評があるということでしたが、さらにここに細切り持っていた。これで高橋選手次のターン7マナ確定。これはグリセル8マナか、8マナ、はい。さあ、この大きいマナを何使っていくか。そうですね、さあ、まずはアンセストラルリコール、はい。あ、オースを引きましたね今。いや、ただオースは出せないですね。なるほど、これで緑マナをオーチャードがあるんで。なるほどなるほど、そこで魔術戦暴挙で、なるほど、ここでヨーグモスウィルがあるんですね。さあ、これは何を指定したものかと。ああ、グリスル指定ですか。うん、グリスル、まあ、そうですね、そのぐらいしかないんですよね。なるほどなるほど。さあ、ここはやはり、あ、なるほど、オス出しませんでしたねさあ、クリプトチェック。そうですね、確実に起動できる状況でないと出さないですね。なるほど、これがいわゆるヴィンテージ名物、いちいちクリーチャーが殴り切るですかね。これは、あ、十分ありえますが、ただ、うん、まあ、高橋さんがオーチャードを動かすかどうかですね。なるほど、どこかで、あ、2枚目を引いていますね。そう、うん、そうなるとオースの可能性は、オース出してもいいですね。なるほど。さあ、さあ、ここでまずはアタック、うん。萩森選手の手札にはヨーグモスの石、墓地のカードを自在に唱えられるようになる強力ソーサリーがあるんですが、これはさすがに放送ビルを警戒してまだ打たないですね。あ、ドラゴンの息をつける、つけて渋い、はい。さあ、ここ
こで急遽席をした。これに高橋選手悩みます、うん、これはどうだろうな。これ大外出してれば、まあ、巨人者で間違いなくオーチャードをもう一枚持ってきて数合わせにいくはずなんですが、それを見ていないの で、 そうです、ね、何か別のを持ってくる可能性があると。おそらく高橋さんこれ出さないですね。もうなるほど、出す気全くないです。なるほど、コントロールしてしきってやろうっていうのが。して何がつながるのかな、うん、さあこの、あ、これは3点ダメージ食らったっぽいですね、はい、この魔力の防止非常に強力なんですが、これが痛い。あ、ストラリコール、うん、もう余裕ですね、うん、これが通って引いたのがデモニックチューター。ただですね、解説席の視点で見てるとカウンターあるんで、うん、そうですね、まあ動けないなっていうのは、うん、あるんですが、このドラゴンの息、いちいちトークについているドラゴンの息なんですが、本来としてはあのドルイドの力で出てきたクリーチャーに速攻を持たせると。そうですね、基本はそうなんですが、ここはもうなぜかペタッといちいちトークにつけてしまっているということからも、はい、これもう、うん、ボルカから赤マナ出して2点パンチで終わらしに行こうっていうなるほど、オースを出す気がないということですね。そうですね、まあ、お互い多分オース入ってるのはもう、うん、分かってるんで、高橋さん側としてはもうオースを、うん、行き、あ、さあヨークモスの石にはさすがにダメですと。ここには放送ビルが飛んできます。きっちりカウンター。うーん、かなり運が悪いとこの魔力の墓所からのダメージも誤ってかなり早めに基地がついてしまいそうですよね、はい。そうですね、3点ダメージ結構バカにできないんで、やはりこのクリプトダメージでの決着もかなりあるんですか。あ、多いです。あ、多いんですね。多いです。なるほど。実際グランプリのサイドイベントの決勝で、はい、クリプトで18点食らって死んだっていう人もいるぐらいですねなるほど、見た目以上にちょっと余裕がない感じですかね、はい、選手。これフェチョキってライフが10、まあ、10でクロックがまあ2点と考えると、まあそうですね、思った以上に時間はないですね。ただこれで何を持ってくるかですね。正直デモ中打つとクロックが1点増えてしまうんで、うん、うん、あ、でも行きますか。しかし、うん、ここはトークンを出して、はい、ここ与えても持ってくると。ここは何ですか、グリセルブランドも墓地に落ちている状態で持ってきたよ。2枚目ですかね。2枚目がある。あ、なるほど。あ、2枚入ってますね。そうですね、グリセル2枚だけですね、クリーチャーは。なるほど、はい、じゃあこれを何とかして素出ししていこうという感じなんでしょうかね。そうですね、1、3。ただ黒マナ型1個足りないのと、まあ、マナ自体も、あ、黒マナはカバーできそうですね。そうです、マナ自体がちょっと足りていない。今6マナですかね。1、2、3、4、5。そうですね、あと、うん、どっからか1マナハンドのオーチャードも加えてあと1マナですね。なるほど。さあこれに高橋選手のクロックが間に合うのかというところですが、一方1、1が増えて、ここ盤面だけで言うと3点ほどですかね。これもオース起動も視野に入れているんですかね、高橋選手。これは、あ、ここも増やしましたね。あ、そうですね、こうなる。あ、これはオースを狙いに
行かざるを得ないって判断したんですかね。あ、反動に。さあ、帰宅し屋派の調査で、そこで萩本選手ということがあらわになります。先ほどまでは、まあ、オースを出さない、まあ、対戦相手の場にはクリーチャーあげないよという姿勢だったんですが、方向転換、方針を転換しましたね。さあ、ここで引いたのが騙し打ち、スニークですね。これは相打ちさせてドラゴンブレスを落とそうっていう。なるほど、はい。ただ萩森さんオーチャードに行ってるんで、うん、数でどうなるかな。これはここで3点食らってライフが7。つらそうですね。なんとタイムウォークですか。オーチャードで7マナですね。あ、ここはトークンを高橋選手に渡していく、はい、 そして高橋選手も、はい、ここはもうあとはオースの起動条件をめぐって、うん、なるほど、トークンの出し合いになるんで、さあちょっとダイスは場面がいいですか。あ、ライフは減ってない。あ、さあここで出ましたね。でトークンが2体増える。なるほど。さあこれで、まあの、うん、能力こそこの魔術遠望鏡で封じられているんですが、はい、ただ、うん、感度がそもう尽きてるんですよね、うん、実質。ここは全部。さあ、このクリーチャーの数バトルでは、グリセルが残って 1-1 の状態、1体残ったのか。なるほど。さあ、この状況ですと萩森選手が逆転でしょうか。うん、現状はそうですね。ただ高橋さんエムラクールを引けると、なるほど、はい、一発逆転ですね。さあ、これ高橋選手のライフが7。うん、まあただあれか、エムラでもダメかな。土地が7枚あるんで、グリセルブランドは残ってしまいますね、うん、エムラクールでも。さあ、これでトークンの数が5分5分、はい、これですとオースが誘発満たせないんで、うん、ダメなんですよね。あ、ちょっとトークンがぐちゃぐちゃになってきている。うん、このドローで高橋引けるか。これ村でもちょっと厳しいですね。うん、あ、もうクソファイだったよと、はい、まあ、まさかのグリセル2回すだして、はい、さあ1本目は高橋選手が、あ、失礼しました、萩森選手の勝利となりました。はい、いや、オースでクリーチャー出てこずというまさかの展開でしたけれども。そうですね、これおそらくオース両方抜いてくるんじゃないですかね。ああ、なるほど。このオースドロイドの近いデッキ独特のこの、はい、クリーチャーの数をお互い調整し合うというこの。そうですね、うん、あ、抜いてますねやっぱり。ああ、なるほどなるほど。もうここら辺は基本なんですかね。うーん、オース同士ですと抜いてしまうのが、なるほど、いいですね。うん、あのオーチャードの枚数で勝ってるように見えて、なんかにひっくり返るとる自分の首が締まるっていうパターンがよくありますんで。クリーチャーがサイド後は多分、あ、これ多分タイタンで殴るパターンで、うん、エメラクールはおそらくライブラリ修復用というところに残すと本人も言ってたんですよね。うん、こうな、まあ、どうなるかな。そうです、ちょっと今レシピが手元に、こちらの手元にあるんですけど、高橋選手のフィニッシャーはエメラクール、そして豪華のタイタンと
ですね、豪華なタイタン、これもお久しぶりなんでカード画像出ますかね。これ赤のクリーチャーとしてはかなり良い選択であるところですね。はい、あのレジェンドでないっていうのが大きくてですね。なるほど。あのオースで出てくるクリーチャーっていうのが基本レジェンドで、対策としてカラカスがよく取られるんで、あ、なるほど、それで戻されないっていうのがまず一番の利点です、ね、なるほど。それとあと、まあ、場に出た時の能力とアタックの能力で、うん、まあ、クリーチャーの数も調整かけられるんで、うん、なるほど、はい、さらにやはりもうクロックとしてかなり早いですよね、出てしまえば。そうですね、実質9点クロックプラス、うん、そうですね、あの赤のパワー上昇で、うん、速やかに終わってしまう、はい、そしてこの高橋選手のデッキで目を引くのはこのダクフェイデン4枚なんですけども、これはもう明らかにあれですね、対 MUD をもう、あ、なるほど、強烈に意識しているというか、はい、一時3枚っていう時期にしてた時期もあるみたいなんですけど、うん、前回の挑戦者決定戦自分私とやった時に、あ、なるほど、確かに、はい、そうでしたね。それ以降また4枚に戻ってるっていう噂を聞いてなるほど、まあ本人がそう考えてやってるのかちょっとわからないですけど、なるほど、まあ相当意識はしてるみたいですね、うん。このダックフェイデンはそういう MED 茶炭系のデッキにまあ非常に効果的であると、はい、まあ、それに加えてまあかなりマナーアーティファクトが入ることが多いヴィンテージでは活躍しているプレーズ効果ですよね、はい、まあ、無駄になりにくいですね、非常に。萩森さんのデッキもパラドックスですので、うん、まあ、マナーアーティファクトは大量に取られますので、うん、まあ、そうですね、そのマナーアーティファクトを、うん、まあ、コントロール取ってしまうっていうのができますんで。なるほど。ちょっとダックフェイデン画像出ますかね。画像出るかな。さあサイドボードが終わって、さあいよいよ2本目がスタートします。決勝も日本選手になりますので、萩森選手このマッチで勝利した場合即優勝ということになります。ダクフェイデンの画像が出なさそうですね結構有名なカードなんですけどね、まあ、コンスピとウタマスですからですかね。まあ、ダクフェイデン自体手札を回せるっていう利点もありますし、うん、そうですね、はい、で奥義も何気に強力ではあるんで、そうですね、高橋さんの場合バッスル火が入ってるんで、これで対象と、まあ、ダクイデン奥義後に、うん、まあ、対象を取ってコントロールを奪う、パーマネントのコントロールを奪うっていうことも可能なんですね。なるほど、なるほど、すごい。様々な決勝戦2本目がスタートします。先行はおそらく先ほど敗北した高橋選手でしょう。さあということですが、ドルイドはおそらく抜いているので、お茶だな、これはキープしてオロカに1回のパスワード、まあ、うん、きっちりカウンターがあるんでそれで守っていくスタイルですね。なるほど、なるほど。うん、おっと、これはこれはマナは出ますね、だいぶ。さあここでトレイリアのアカデミー合わせて、青が3マナ、緑赤、まず逆説から、まあ、っといきなりフラスターですね、多分、はい、さあここにはローバイの嵐が、さてカウンターされます、はい、さああわやコンボスタートかと思われましたがいきなり、うん、さあここで露天交渉か、それともマナドレインを構えるかで迷ってるんでしょうかね。まずはポンダから、まず見てからですね、うん、ただここはもう割に行ってもいいですね、まあ、どうせマナドレインはもう打てないんで、
さあめくれたのがシアンとイゼットの前分けですね。これは残します。ああ割引きますね。やはりまあさすがにアカデミーは奉仕できないですね、うん、さあ先ほどワークショップも危険な年として紹介させていただきました。これもやばい、まあ、悪名高いモマの、うん、なぜアーティファクト分なんだと。それこれでマナドレインが構えられて、うん、1枚が何だろう。そうですね、ソルリングと近畿の果樹園、そして何かが、はい、もう1枚がちょっと見えますね。高橋さんの方はマナードレインでイゼットチャームですかね。そうですね、イゼットの魔除けをシアンで手札に入れているようですね、はい、さあまずは占いゴマ3枚一応念入れた、うん、逆説的な結果とデモニックチューター、選手もやはりこういった状況ですと、まあ、無理して仕掛けるというよりはゆっくり準備を整えてからという感じになるんでしょうかね。そうですね、多分、まあ、ただ動けないっていう面もありそうですね。一応デモニックシューターがライブラリの方に眠ってると思うんで、まあ、そこから下手をするとブラックロータスからのギセラというなるほどパターンがまた狙いに行ってる可能性はありますね。とエムラクールが見えたのかな。ダックダックですね、加わりましたね、はい、先ほど話していたダックフェイデンが今手札に入ってきたと、はい、ちょっと萩森選手の手札にすでにギセラがいますね、はい、ますね、これね。おっとデモニックチューターを引き入れて、もう一回サメですね。あ、ウィルが見えましたね。なるほど、フォースオブウィル、そして逆説的な結果も見えます。あ、これはシャッフルしていきますね。シャッフルしちゃいますか、うん、おそらく高橋さんの方はもう完全にコントロールのサイドボードをしているはずですので、なるほど、さあでもちょっと、まあ、ダメですね、はい、ここにマナドレイン、やっぱりこういった状況はもう何が持ってこられるのか想像がつくからダメということなんですかね。まあおそらくそうでしょうね、うん、さあマナドレインの助けも借りてダックフェイデン登場、はい、まあ、マイナスでモックスか、まあ、モックスが一番安定ですよね、うん、ああモックスルビーをゲット、はい、さあこれで萩森選手を狙っているであろうクリーチャーをそのまま出すというのがちょっと難しくなってきそうですね。そうですね、高橋さんの方がちゃんきっちりカウンターを握りながら動いてますので、うん、なかなか許してくれなさそうですね、うん、逆説かな。逆説的タイムウォークも見えましたね。そうですね、タイムウォークと逆説とソルリングかな、うん、タイムウォークですね。そう、タイムウォークをキャスト、これは OK、まあ、それほど強くないタイムウォークですね。なるほど、ここはさあ追加ターン、これで急速な水尾、ディケイですね、はい、ディケイ突然の水尾か、失礼しました、そうですね、ブラップとディケイ、
さあ1点ビートダウンが多分始まっております。あれで決まることはまだなさそうですが、巡航を引きましたね。これはさあ宝船の巡航、実質アンリコ、はい、スリードロー、これが通ってしまうと、まあ、カウンターないよねっていう、ことも。しかし引いたカードは少しちょっとインパクトがないか、燃えやすい、土地土地と、ただ萩森さん側の呪文は何も通さないぞっていうぐらいの十分なカウンターがありますんで、これ魅力か、魔力の墓所を置いてタイム、もう出す気満々ですね。なるほど、出すこともなさそうなんですが、そうダックペイで2枚目、それはダメと、まあですね、まあ、ウィルを通知したかったんでしょう。そこにはパイロブラスト、で一応コマを、おー、メンタルミステップ積んでたんですね。積んでましたね。ここには徳川選手付き合うか、どうでしょうか。ただダックは通しておきたいですね、やはりハンドの質を考えると、やっぱり来ますね。 YZ の真よけでカウンターと、さあこれでダックフェイデンが通りますね。これは当然奪っていきますかね。そうですね、まあ、モックスを取りに行くでしょう。なるほど、まあ、ただクリプトだけはいらないよっていう、負けかねないという。そうですね、あ、これで3点、ね、そしたら占い駒、オパノとミルトですね。ここは万一のために細ビル、しかし引けなさそうではありますが、時を超えた巡航、私引いてますね。探索が今日は探索です。探索です、さあ罰する人、精神的つまずきをディスカードして、あ、これは罰日コンボで1点ずつ一応クロックになりますね。あ、なるほど、トークンいるんで、まあ、実質2点クロックとクリプトはセーフっぽいですね。さあ罰する日を、まあ、戻そうとするのは、まあ、クリプトで、おお、あ、これに合わせて、はい、なるほど、で、ダメと、オーソビルですが、これにはローファイの嵐、これもダメと、完全に鳥海さんが言った通り、高橋選手はコントロールモードにバッチリなってますね、はい、さあ、よりどり緑といった感じですが、あ、タイタン取りますね、これは多分、もうフィニッシュしに行くという感じですね。フィニッシュを狙いに行きそうですね。ダックフェイデンとタイタンを選択と、はい、あ、そしてあれですね、帝王を取ってるんでミルも構えられてますね、しっかり。なるほど、 さらにもう一枚、あ、もう
クリプトを取りに行くって感じですかね。もうマナーは許さんよ。なるほど。さあ豪華のタイタン登場。これで次のターン戻ってくればフィニッシュになってしまうので、さあこれで3点本体に飛んでライフが10。萩森選手取られ続けてもうマナがかなり少なくなっている。ないですね。はい、さあ2本目は高橋選手が取り返してゲームカウントが 1-1 となりました。決勝戦は3本目に移ります。いやもう本当におっしゃっている通りのコントロール展開でがっつり来た高橋選手ですね。こういう展開になるとやはり構成上高橋選手の出来の方が有利ということですかね。かなり有利ですね。やはりバッスルヒー、あ、抜いてますね。バッスルヒーはやはりちょっと減らしてくるのか。多分1枚やればいいという判断かもしれないですね。あ、でも2枚とも抜いてしまうのか。ここはどうなんでしょうね。実際他のものよりは優先度はやはりちょっとこの街だと低くなってくる感じなんですかね。そうですね、まあ、クリーチャーの、除去するクリーチャーがほとんどいないんで、まあ、フィニッシュ手段としての、うん、まあ、実質1点火力ですよね。うん、さあお互いサイドボードを終えて3本目に入ります。はい、コメントでダックフェイデン、ヴィンテージダックフェイデン、取るものが取るものだから怖いというコメントがあるんですけども、確かにちょっと怖いですね。そうですね。いや実際、まあ、そのお持ち帰りしてしまうという例がなくにしもあらずなんで、なるほど、まあ、だいたい次のラウンドで気がついて慌てて返しに行くとかっていうのはありますけど、うん、過去何回か見たことあります、ね。なるほど、ちょっとね、モックス類とかだと大変ですからね、これだとね、はい、まあ、性質上ブラックロータスは持っていかれないんでいいんですが。なるほど、ね、まあ、やはりブラックロータスは取られるぐらいだったら壊してしまうというプレーになるんですね。もちろんそうですね、よほどのことがない限りは池に捧げてしまいますね。3本目は萩森選手の先手からスタートですね。まずはマリガンチェック。さあ、高橋選手土地がなさそうな感じですね。これは、うん、高橋さんマリン、あ、あれキープしましたね。モックスジェットしかないように見えたんですが、そうですね、青マナが引ければ強いんですが、そして萩森選手コマ引きましたね。あ、引いた、すごい。あ、一応ギター調があるんで、まあ、ワンドローにっていうのもあったのかもしれない。さあ萩森選手コマをメンタルミステップで守ったんですが、手札がちょっとギセラ、そうですね、ロバナラシ、これまで強くないですが、うん、しかしトレイリアのアカデミーでかなりマナは増えそうではいますかね。一応2マナ確保できるんで、さあ高橋選手手札に豪華のタイタンとエムラクルが両方来ているという感じですが、あまり、まあ、オースを多分抜いてしまっているんで、あまり気にはしてないと思います。さあここでフェッチを切ってボルカニックアイランド、
ちょっと抵抗を打ちそうな素振りがありましたね。そうですね、ここは相手の手札も見てますんで、うん、抵抗で厳しい。そう、ライブラリオバラキソンデリア、いい土地が見えてしまいましたね。まあ、これでモックスを展開するかちょっと迷ってるのかな。なるほどなるほど。あとは、あ、下に送りましたね。モックス展開でライブラリオブアレキサンドリア、これも強力な土地ですが、これを下に送ると、そしてうん、精神的なつまずきですね。これモックスファールがまだちょっと、そうですね、機能してないですね。モックス、あ、ファールのモックスですね。おっと、見えて、アンリコと土地土地ですかね。これは軌道を迷ってるんですかね。ちょっとアップキープに萩森選手が何か考えているような感じですが、そうですね、トップはアンリコにしているはずですので、うん、これは何か駒を使ったテク的なものがあるんでしょうかね。どうなんですか、ん、何 か数えてますね。数えてますね。なんだろう、さあ普通にドロー、アンリコ引く、でスリコーですが、がさすがにハンドミ、まあ、そう、ミスステップはします。精神的つまずき。これに対して萩森選手がフォースオブウィルを、あ、打たない。今そこで駒を見て、土地土地土地と、これはあプラスターでウィル、ローバイの嵐を、ただカウンターが濃いですね。さあこれでカウンターすると、手札がゼロ、そして土地上3枚が土地確定と、あ、1枚ありますね、ギセラだけですね。あ、ギセラがありますね。さあ高橋選手、ここしのぎ切った、あ、これは、だいぶさあ、あとはもう早々とこの豪華なタイタン、これを出したいでしょうね。出しに行くでしょうね、これは。しかし萩森選手、逆説があるんですが、ちょっとトップ2枚が心もとないか、まあダメでしょうね、これは、はい、許してくれないですね。フェッチを切って、はい、フォースビルを数値、はい、さあ駒もライブラリの上に行ってしまった。これで土地、おっと、ね、豪華のタイタン登場、3点で14、はい、月のターンに最高で12点ですか。そう、赤3マナあるんで、そうですね、12点まではいきますね。さあここで何か引けなさそう、なんか何ですかね、ファールのボックスっぽいですね。
頭を抱えてしまう萩森です。ここで投了、はい、ですね。これはもういかんともしがたいです。はい、というわけで第12期ヴィンテージシーン挑戦者決定戦、優勝は高橋健太選手でした。おめでとうございます。さあ約5回のトップ8を経て今6回目で優勝、一番まずい人が来ましたね個人的にはなるほど。と言いますと、いやー正直なところ、はい、まあ、私の感覚ですと、はい、初代ヴィンテージの森田さんとこの高橋さんが、はい、多分国内ヴィンテージプレイヤーとしては多分頭一つ抜きんでと、まあ、この特殊なオースデッキに対抗する術を今から探さなければいけないというところでしょうか。逆に高橋さんの場合オースのみをずっと使ってるんで、うん、まあ、読みが、まあ、オースで来るんだろうなっていうパターンにはなるんですが、うん、なるほど、なるほど。まあ、そのオースマスターにどう対抗していくかというところでしょうか。厳しいですね早くも弱気ですけれども、弱気ですね、もう。いや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 